学園都市は離れた夏の海で、私上条東馬は家族とは再会を果たす。そんな俺たちをエンゼルフォールなる魔術が襲った。ロシア教会のミーシャ・クロイゼ、そして神崎香織と共に現れた土美香と元春、彼もまた何を隠そうネセサリースのメンバーだったのである。って何！？